吉田さんお疲れ様です。サブチャンネルの政治系チャンネルね、すっかり再生されるようになって、なんか数万回転っていうのも狙えば作れるようになってきましたね。こちらの方はテーマがテーマなんで当たりやすいっていうところと、あとは当たりやすいだけにバンを食らいやすいっていうところがあるんですけども、それを回避する手段もこのね隠居 TV のメインチャンネルの方で何度も経験してるんで、だいぶ当たりがついてくるようになりましたね。ですんでこのサブチャンネル結構ね柱になりそうです。もちろんこちらの方でサブチャンネルの方でね、政治系チャンネルの方で得た収益っていうのはこの政治活動に全て使うことを約束してますし、そのつもりなんでね、全然私の収入にはならないんですけども、でもね一つのテストマーケティングとして8月から始めて9、10、11月と3ヶ月でしょ。今4990人なんで、もう今週中に5000人のチャンネル登録いくと思うんですよ。いやね、今私が運営してるメインチャンネル10年やって16000人ですから、この3ヶ月でここまで迫ってくるとはすごいなと思います。もちろんチャンネル登録だけを目標にしてるわけじゃないんですけども、でもね、令和新選組っていう一つの国政政党を応援するという形でやってますけども、私のコンセプトとしてアンチの方へのメッセージも取り込みながら、アンチを味方にするみたいな、そんな広げ方もしてるんですよ。つまりは令和新選組の政策を広げようと思ったら、そうじゃない人を転換させるか、政治に全く興味がない人を入門してもらうかっていうところになりますけどもね、そこにちょっと、私のメッセージの出し方の工夫があるかなってところですね。これもだから吉田さんが言われたように、稼ぎたいならトレーニングしろってことなんですよ。やっぱトレーニングをしなければやっていけないですよね。で今回のオチなんですけども先日ねブレイキングダウンっていう格闘技の大きな流れを作った朝倉未来さんって方がファイトクラブっていうイベントをやって、ヤーマンっていう人とね、そのヤーマンの試合の仕方で戦ったんですよ。でちょっと負けちゃったんですけども、でもねその自分の、マーケットじゃなくって相手のマーケットで戦うことによって勝負をしたっていうところで、やっぱりそれなりの対策とかトレーニングとかいろいろとね、やることはあったんじゃないかなというふうに多分多くの方が分析されてるんですけども、まさにそうでYouTube もねテーマによってはそのテーマに沿った戦略を用いていかなくちゃいけないというところがありますから、じゃあどんな戦略があるかっていうことはやっぱりトレーニングしないと見出していけないのかなと思います。つまりね YouTube で勝つ戦略があるってことなんですよ。で適当にやって誰かの学ばずにただやるだけではこれは雲をつかむような話になっちゃうんで、簡単にダウンしちゃうと思うんですよね。ですんで私は一定の戦略を持ってきちんと実績のある方に学んでいく、で試行錯誤を繰り返して目標に向かっていく、これは本当に変わらないんじゃないかなというふうに2つ目のメインチャンネルを運営しながら思ってますね。そう考えたら私は自分に対してコンサルしながらもう一個のチャンネルをやってるって感覚なんで、自分のコンサル生さんたるもう一人の自分がね、このコンサル受けてよかったって今思ってるとこですよね。本当にだからね、この政治系チャンネル私にやらせてくださいみたいな人が現れたら、多分このチャンネルを私がコンサルしてたって形になるんで、今までねいろんな YouTube の塾生さん持ったんですけども、一番優秀な塾生は自分だったってことになります。いってらっしゃい。